休暇を楽しんでいた男性はこの日珍しい動物と出会いました。その動物は後に世界一幸せな動物と呼ばれたほど有名になったのです。可愛すぎると世界から絶賛されたその姿とは。今から3年前、オーストラリアに住むキャンプベルさんは自らのインスタグラムに載せた写真が一躍有名となりました。その写真はあっという間に世界中に広まり、たくさんの人からコメントが寄せられたのです。かわいすぎる、野生動物とは思えない、この子飼いたいなど、キャンプベルさん自身も予想していなかった多くのコメントに驚いたといいます。世界中が注目したその写真がこちら。しっかりカメラ目線でこちらに向かって両手を伸ばしている小動物、まるで抱っこしてとせがんでいるかのようですね。この小動物はオーストラリアの南西部に生息するクワッカワラビーの赤ちゃん。クワッカワラビーは草食動物で、主に湿原や茂みに住んでいて、とっても社交的でカンガルーに近い動物。彼はどうしてこんなに可愛い写真を撮ることができたのでしょうか。当時、キャンプベルさんは西オーストラリアのロットネスト島までサイクリングに来ていました。休息しているとどこからか赤ちゃんがやってきて、僕を見るとまっすぐ駆け寄ってきたんです。彼はこの時思わずシャッターを切ったのです。ワラビーの赤ちゃんはキャンプベルさんのことを怖がることなく何度も抱きついてきました。よほどキャンプベルさんのことが気に入ったのでしょうね。その後、彼が帰ろうとしても赤ちゃんは後ろをついてくるばかり。僕が先に行こうとしても赤ちゃんが追ってくるんですよ。だからつい自転車を止めて振り向きたくなるんですよね。キャンプベルさんが自転車から降りると、赤ちゃんは再び両手を伸ばしてくる始末。なぜ赤ちゃんがそんなにキャンプベルさんから離れなかったのかは不明ですが、これはもう一目惚れですね。こんなに可愛い姿を見せられるとつい飼いたくなってしまいそうですが、ペットとして飼うのは禁止です。珍しい赤ちゃんと出会えてとっても嬉しかったですし、あんなに懐かれると別れがつらかったですね。彼と赤ちゃんとの戯れは何度か続きましたが、ついにお別れの時間が来てしまいました。相変わらず抱っこをせがむ赤ちゃんに、元気でねと言い、自転車にまたがったキャンプベルさん。彼はもう後ろを振り向かなかったそうです。現在クワッカワラビーはとっても貴重な動物で、絶滅危惧種となっているのです。そのためロットネスト島では観光客などに餌やりを禁止したり、発見してもあまり近づかないでほしいと懇願しているそうです。キャンプベルさんが出会った赤ちゃんも実は貴重な一匹。あの写真を見て赤ちゃんを探してしまう観光客がいるかもしれませんが、どうか近づきすぎず見守ってほしいですね。とっても可愛かったですね。どう見ても抱っこしてと言っている姿です。可愛い姿を見せられるとつい構ってしまいますが、近寄りすぎず見守ってあげたいですね。
あの時の赤ちゃんがどこかで元気でいることを願っています。ご視聴いただきありがとうございました。